樹脂状に浸食を伴いながら収水した流水が、著しい土壌流出を発生させている。リルとは、香水に起因した水の流れによって地表面が、削られてできた、細い溝のこと。水の浸食による、微地形。細溝とも、地形発達史においては、リルと故障することが多く、土木工学的には、細溝と故障する。ただし、人工的な、 細い溝も細溝であるため、成因から細溝侵食とも呼称する。降水量が地表面の浸透能力を上回り、地表水となった水は集約されて流れを作り、線上に地表面の旋屈をはじめ細い溝となる。リルが樹脂状に形成されると、収水効率が良く、屈削した土砂類が速やかに運搬されることになる。この作用を、 リル侵食という。侵食が進行し沢上に発達した地形を狩りと言い、底面には運搬された土砂類が堆積するため、降水量が少ないと水流は復流することになる。山岳地における森林の状態が、リル侵食の発達を防ぎ、斜面崩壊や土石流、流木災害を止めることにもなる。特に植林地は、 根が深く張らないため適切な干ばつ等の整備が促進される。日本の森林率は65%を超えるが、過去の自然保護団体による運動によって、木を切ってはいけない風潮になり、環境負荷を考慮した産出方法では、採算が取れなくなった結果、リルやガリが発達した後輩が著しくなった。これらに関して、NGO や NPO にとっては利益にならない。 活動になるため積極的な行動は少ない。土木工学では水の流れは十分配慮されているが必ずしも十分ではない。すべてを網羅するには莫大な費用がかかるため保全の費用対効果を吟味して対策が実施されることになる。通常は水路港にて収水しながら河川や導き、渓谷などに対しては砂防園庭で 土砂流出を軽減する。崩壊跡に対しては、侵食が進行しない対策が図られ、不安定な斜面に対しては、地下水排除工などが実施されている。農耕地では、深刻な土壌流出につながることもしばしば見られ、多少の雨による溝は、簡単に平らにできるが、降雨量が多いと、人為的には、対策できないこともある。斜面上に造成された、 耕作地は痩せた土地になりやすく、土地劣化に伴い放置された農地は、侵食が進行しやすい。近年、土壌流出で問題視されているのは、DDT などの残留性の農薬を散布した土壌汚染に向けられる。山間部で放置された農耕地の汚染物質は、河川に流れ込み深刻な問題を引き起こすことになる。日本では、土壌汚染、 水質汚染等に対し順次対策が図られるとともに、モニタリングが続けられている。ありがとうございます。